ヨーク・オールバニコー、アーネスト・オーガスタスは、初代ハノーファー選定校、エルンスト・アウグストの六男。母親は、プファルツ選定校女・ゾフィー。ドイツ語名は、エルンスト・アウグスト。兄に、グレート・ブリテン王・ジョージ一世。姉に、ブランデンブルク選定校及び初代プロイセン王、フリードリヒ一世王妃・ゾフィーシャル・ロッテラがいる。 アーネスト・オーガスタスは1674年9月17日、エルンスト・アウグストとゾフィー・フォンデアプ・ファルツの第7子、後のグレートブリテン国王ジョージ一世の弟として生まれた。父がオスナブリュック主教だったため、アーネスト・オーガスタスは出生からの5年間をオスナブリュックで過ごし、1679年に父がブラウン・シュバイク・リューネ・ブルク公になると一家は、 ハノーファーに移住した。ドイツ諸公の子供は外国宮廷に出て外交関係を築く方法を学ぶべきとする当時の習慣に習い20歳となる年の夏にアムステルダムを経由してベルサイユにあるフランス宮廷を訪れた。アーネスト・オーガストはそこで20歳の誕生日を迎え兄・ジョージと共にフランス王家に歓迎された。 1708年頃のヘレンハウゼン、王宮庭園フランス宮廷の訪問の後、やはり、ドイツ諸公の習慣に習って従軍した。ブラウニシュバイクリューネブルク家が神聖ローマ皇帝、レオポルト一世に味方していたため、アーネスト・オーガスタスは、大同盟戦争で、フランス軍を相手に戦い、1693年の、ネール・インデンの戦いに参戦した。 続くスペイン継承戦争でも1708年のリール包囲戦に参戦した。1698年に父が死去すると、長兄ジョージが長子相続性に従い、選定校領を含むすべての領地と称号を継承した。アーネスト・オーガスタスの父は選定校の座を得る条件の一つとして長子相続性を採用していたが、 その結果、アーネスト・オーガスタスら次男以降は何も継承できなかった。しかし、アーネスト・オーガスタスは4人の兄と違い、長子相続性の採用に反対しなかったため、以降も、長兄、ジョージの信頼を得て、良好な関係を維持した。兄の宮廷である、ヘレンハウゼン宮殿でも、中心的な人物の一人として、来客を接待したり、宮廷の文化活動で、 主導的な役割を果たした。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが学長の座に就任したことも、アーネスト・オーガスタスの活動が影響した可能性がある。1714年、長慶ジョージがグレート・ブリテン国王に即位して、ロンドンに向かったため、アーネスト・オーガスタスは、ブラウン・シュバイク・リューネブルクにおける一家の課長を務めることとなり、名目上ではないにせよ実質的には、 摂政として振る舞った。ジョージの孫、フレデリック・ルイスはドイツに残されたが、これは国民を安心させるとともに、他国の野心を知りけるという外交上の目的もあった。フレデリック・ルイスはまだ幼かったため、アーネスト・オーガスタスがその面倒を見ることとなった。1715年、オスナブリュック司教権トリーヤ選定校。 カール・ヨーゼフ・フォン・ロートリンゲンが死去した。ベスト・ファーレン条約の規定に基づき、次期のオスナブリュック死去にはルター派の人物が就任することが決まっていた。それまでルター派が就任するときは、ベルフ家の人物が就任してきたが、アーネスト・オーガスタスの兄マクシミリアン・ビルヘルムがカトリックに改宗したため、ジョージ一世はアーネスト・オーガスタスを指名した。 オスナブリュック司教は名誉職ではなく、実質的な職務もあるため、アーネスト・オーガスタスは、オスナブリュック城とヘレンハウゼンの宮廷を行き来することとなった。1716年、アーネスト・オーガスタスはイギリスを訪れた。彼は1716年6月29日に、ヨーク・オール・バニ公爵、アルスター・伯爵に助され、1718年4月30日には、 フレデリック・ルイスと共に、ガーター勲章を授与された。イギリスを離れると、アーネスト・オーガスタスはそれまでのオスナブリュック城と、ヘレンハウゼンの宮廷を行き来する生活に戻り、1728年8月14日に、オスナブリュックで死去、同地で埋葬された。ジョージ一世も1年前の1727年に、オスナブリュックで死去していた。 同性愛者とされ、生涯未婚だった。死後、イギリスとアイルランドの借位は断絶した。同時代のイギリス大衆にはほとんど知られていない存在だったという。ありがとうございます。